プラジャーの波です、ね、お待たせしました。これですね、見てください、はい、これ。ちょっと裏じゃらある。これ。はい、始まります。今日はですね、まあ以前もね、僕も1回ほど行ったことがあるところにまたね、1周年ということで、今日はちょっと行ってみようかなということで始まります。これが、なんか大衆演劇の、後楽座の横しにあるということで、まあ駐車場も目の前にあったりとか、比較的行きやすいお店なんですけど、今日のお店がこちらです。尾道ラーメンです。ちょっと今日はここにお邪魔しようかなと、まあ、知り合いのねお店なんで、ちょっとこちらにねいう感じでメニューがこちらになってます。今日どうしようかな、裏じゃラーメンとかいいかもね。はい、じゃあちょっとこれ行ってきます。トマツもできた。やっぱいいですね、知ってる店はなんか撮影しやすいね。はい、波で、波で、尾道ラーメンの波、波で、あ、大丈夫です。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。プラジャーの波でお待たせしました。こちらのうちラーメンです。まあもう、あ、それぐらいで。これですか。はい。はい、お待たせしました。はい。お熱いので気をつけてください。来ましたね、これ。これです。見てください、これ。お待たせしました。あ、ちち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 。ちょっと裏じゃらある。これいいですね。辛めな。これ体調節できるんですよね。どうですか。うまいね。このチャーシュー、こういうね薄いのがいいんです。うわすごく。これいけそう。あ、おいしい。
やべ、すぐ、うん、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。なんかあんま一等しい味じゃないから食べやすいよね。また来ます。はい、また。ありがとうございました。よし。ありがとうございます。よし。ああ、そうです。すみません、またお願いします。また行きます。じゃあちょっとごちそうさまでした。どうでした？いや、うまかった。あと量が多いな、波が、ね、なんか結構満足な、うん、まあ多分油とかね、背脂とかあるから余計に結構重量感というか、うん、ね、飲む前でも飲んだ後でもいける、ね、ありがとうございました。まあ、詳しくはあの次の最後のまとめに載せてます。どうぞ。はいはい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回はですね、岡山市北区の田町の、尾道ラーメンあかりさんの方にお邪魔させていただきました。まあ、こちらのお店なんですけど、尾道ラーメンということで本場のね、尾道で修行されて、お店を出したということで、こちらの麺がですね、井上製麺所の細いストレート麺ということです。で、味もね、濃いめで、油強めでという感じなんですけど、まあ、やはりね、油強めということで、なんかね、結構ね、麺食べたなっていう感じがね、すごいするんですよね。はい。座席数は、カウンター7席ほどということになってますので、ほんと時間帯では満席になってしまうということもあるようです。こちらがね、時間帯なんですけど、ランチが、こんな感じになってて、ディナーもこんな感じで。で、金曜日と土曜日は、時間帯が違うということで、日曜日のみ、午後の営業ということの、火曜日定休日ということになってます。はい。というわけでね、もう1周年ということで、こちらね、ラーメンが1杯500円でいただけるということなので、ぜひ行ってみてください。というわけで、今回はこんな感じで終わります。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。